あら、誰かと思えば、メビウスをボコボコにしたメイさん。今はそう呼んだ方がいいかしら、かわいいラットさん。メビウス。珍しいわね。長い間ずっとあなたに会えていなかった気がするわ。ええ、最近は少し忙しくて、あなたに寂しい思いをさせたようね。けど、心配しないで、かわいいラットさん。会いに行かなくなったけど、あなたはずっと私の一番のお気に入りよ。また何かを企んでるの？安心して。あなたや、その黒いラットさんとは関係がないわ。私自身の用事よ。ただそれだけ。それに、私なんかより。あなたが注目すべきなのは、楽園で起こったことじゃない？あら、その困り顔は。まさか、彼女はまだ挨拶してないの？誰のこと？どうやら本当に来ていないようね。ラットさん、そんな目で見続けても私は教えないわ。パフォーマンスの最初にネタバラシをするなんて。そんな些細なことで、あの魔術師ともう一度喧嘩したくないもの。魔術師。かわいいラットさん、あなたが彼女に翻弄される姿を楽しみにしてるわ。あら、私の番？残念、今回のセリフはまだ考えていないの。許して、次こそサプライズを用意するから。私はこの先で待っています。Thank you.
戦場で俺を探す必要はない。俺は止まない荘園、戦争そのものだ。私に服従しなさい。パルド、やっぱりお店にいたのね。あ、メイの姉ちゃん、また来てくれたんだ。今日は何を探してるの？実は店の在庫を整理して、数年前のものを引っ張り出してセールしようって考えてるんだ。何か欲しいものは？あるものに興味があるの。その金色のペンダント、結構特別よね。うわぁ、メイの姉ちゃん見る目があるね。このペンダントはその年に最も売れた商品で、すごく悩んだ末に残した最後の一個なんだ。あら、そうなの。そうだよ。英傑でも後継者でもみんなこういう役に立ちそうにないけど、妙に親しみを感じるものを買ったことがあるよね。それが縁なんだよ。確かに親しみを感じるわね。ちょうど渡りガラスがなくしたペンダントを探すって約束をしたところだったの。金色で上にサファイアがあるペンダント、あなたの持ってるそれとそっくりね。それは奇遇だね。渡りガラスの姉ちゃんもこういうのが好きなんだ。さすが、さすがだよ。奇遇よね。まあ、メイの姉ちゃん、余計なことを考えないで。このペンダントは最後の一つだから。こうしよう、メイの姉ちゃん、割引して安くしてあげるよ。ずいぶん強引な商売ね、パルド。まあ、メイの姉ちゃん、そう言わないで。ほら、このペンダントが必要だよね。売りたい人と買いたい人、それは別に。あなた、ようやく来てくれた。何？どうして？お？体が。メイの姉ちゃん。急に。どうしたの？メイの姉ちゃん！ここは？私の前においで、見知らぬ旅人。
あなたの求める答えはここにある。誰？おいで、見知らぬ旅人。もっと近くへ。私はあなたの来訪をずっと待っていた。見知らぬ旅人、あなたの名前を私に教えてくれる？ライデン・メイよ。え、おかしい、どうして？メイ、温かみのある名前。会えて嬉しい。あなたは誰なの？どうかお許しください、メイ。今はまだその質問に答えられない。あなたをより困惑させ誤解させてしまうだけ。それは私の望むことではない。だから私を信じてください。私もこの牢獄もあなたに悪意はない。そう、ここを一時的な休息所、もしくは何もない、ただ私たちが出会うための場所だと思って。ああ、見て、その顔にまた困惑の色が増えた。しかし、もっと存在しているのはこの旅による疲れ。あなたには少しの休める場所と、その苦しみを分かち合える友人が必要。変な感覚。目の前の人物はとても危険だって私の勘がそう叫んでる。なのに私は彼女の言葉を肯定しようとしてる。いいの、メイ。私たちの間にまだ壁があると理解してるから。彼女、私の心が読めるの？だけど私が話したように急ぐ必要はない。ここ時間の風は壁を弱くする。その後、暖かな日差しが私たちの間にある影を追い払ってくれる。さっきから意識が、ダメ、意識を保つ方法を考えないと。やはりあなたにとってその負担は少し重い。大丈夫、メイ。楽にして。私、想像してみて。果てしない草原からそよ風が吹き、土と青草の香りがする。感じてみて。体の下にある草の感触。露があなたの頬と
指先を潤す。そのままこの草原で少し眠りなさい、メイ。体と目が覚めた時はもう疲れと苦しみを感じなくなる。そう、そういう疲れと苦しみは最初から存在しないの。違う。私は古の楽園に入り、パルドと会って、彼女から。このペンダントのせい。メイの姉ちゃん。メイの姉ちゃんなの？本当に？パルド？メイの姉ちゃん、やっと目覚めてくれた。パルド、教えて、何があった。私も知らないよ。ペンダントを渡したらメイの姉ちゃんが急に倒れて、いくら呼んでも起きなかったんだもん。仕方なく連れて戻ったんだ。メイの姉ちゃんもう二度と目覚めないと思ってたよ。お前が急に倒れた時びっくりして尻尾の毛が逆立ったくらいだもん。ごめんなさい、わざと気を失ったわけじゃないけど。もちろんだよ。ペンダントのお金をまだもらってないからね。なるほど、そっちの心配だったのね。